はい、そしたら次にこの拳ですね、拳をラインで入れていきます。今、まあ、ここにねナナンキュラスの中にはラインが入ってませんので、これをアクセントラインとして入れていきます。手前から来ちゃダメなんだな。ここから行けるか。はい、こちらで拳の枝が入りました。ちょっと一本ねここを切ろうか切る前か迷ってるとこありますけど、とりあえずこれでね今一回ここで拳の枝が入りました。次にこちらのエレンジウムを入れていきます。エレンジウムはこの部分ですね、この部分に入れるのと、あとちょっと上にも浮かしていいかなと思ってます。はい、でこちらにさっきエレンジウムを、ね、入れるって言いましたけど、ここのとこだけちょっとエレンジウムだけの単調なんで、このビバーナムをね入れていきます。はい、こちらでビバーナムが入れ終わりました。はい、では最後にこちらのユーカデンドロを入れて完成します。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。どうぞ。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。まあ、最初はねナナンキュラスのマスから始まりましたけれども、まあ、結局はねやっぱりこうラインが出て終わるという、まあ、僕らしい展開になりました。この飛行だけねこれは、まあ、すごく面白いですね。でまだまだちょっと使い方としては他にもアイデアがあるんじゃないかと思ってます。なのでまたチャレンジしたいと思います。ではですね、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。またこれ、キッコーだけじゃなくても、普通の竹でも雰囲気は出ると思いますので、やってみてください。ではですね、今月のアレンジメントはこちらで終了したいと思います。また来月のHow to Doまでお会いしましょう。See you next time!